どうもサバイバーの皆さん、今回はこのマップ限定生物、ブラッドストーカーをテイムしに行くわ。ブラッドストーカー、見た目だけで言うと、正直テイムしたくない見た目なんだが。リーズがいたら全員殺しそう。それで沼地、沼地の中央あたりにいるらしい。見た目はマジで最悪だけど、クモ恐怖症の人とか間違いなく無理だよな。ただ性能は最高、超優秀な生物、というかもはやジェネシス1だと必須級かな。あの見た目で必須なわけねえだろ。それツッコミとして色々間違ってない？ツッコミですらないかもしれない。ツッコミに決まってるだろ。今さらツッコミの練習始めた？それでテイムするには血液パックが必要。拠点に忘れてきたから取ってくるわ。お前いつも忘れ物ばっかりだな。そのツッコミは85点ね。シンプルに腹立つんだが。テイム速度50倍の世界だから平気だけど、通常設定だと血液パックが150レベルで1500個ぐらい必要。そして始まったよ、アークインベントリ更新中。何十秒間か操作不能になるやつだな。ということでなんとか現世に戻ってきました。そしてこの世界、X タペやタヤペラがいる。わざわざ言い直す意味あったか。それでこの辺りの、あのでっかい木、ああいうとこにいるはずなんだけど、だいぶ探してはいるんだが、マジで全然見つからないんだぜ。本当に存在するというか見つからないというより、正確には見つけ方がわからないかも。木の上にいるとは聞いたが、どのあたりか細かくは把握してないからな。一体目見つけるまではよくわからないんだぜ。見つけた、あっちの方向の木にいる。あっちの方向、あっちの、あー、オーケー、そっちの方向ね。空からぬーっと現れたモノポテ。モノポテによると、この正面の木、ここにいるっぽいんだけど。マジで正面ぶら下がってるから。あれか。いやー、だいぶぶら下がってる様がキモい。20レベと50レベ、お世辞にもレベル高いとは言えないけど、まあ他に見つかってないし、テイムしていこうか。それでテイムするにはどうするんだ。ある程度近づいてデスモダスみたいに私のことを掴んで吸血をしてくる。その時に血液パックを持ってれば、 HP の代わりにそっちが消費されて、ある程度吸血させたらテイム完了。近づいてきたら、蜘蛛の糸に掴まれたぞ。見た目としてはマジで最悪。ただテイムをマジでガチで優秀だから信じて。うわぁ、完全に蜘蛛だな、この見た目は。正直、うん、これで捕まったら血液パックを消費。やばい、裏側はマジで見ちゃいけないわこれ。心の底からキモいんだぜ。テイム後は空に投げ出される。パラシュートがあるといいけど、この時私バグで HP 増加してた。この程度の落下ダメ、痛くもないと。性能確認の前に、もう何体かテイムしたい。25レベはさすがにどうしようもないし、近くにいたもう片方、50レベの方も狙うか。ちなみにこの後動画外で、150レベも捕まえたんだけど、血液パック40個ぐらい使った。通常設定だとマジできっつそうだな。これ何もせず、待って、切られたんだけど、しかもヤバいパラシュートの用意忘れてたわ。ブラッドストーカーに投げ飛ばされ、モノポテ死亡？一旦先にメイウィング回収しておかないとね。ブラッドストーカーは最初のテイム効果が 50% で、上げるにはテイム済み生物を食わせる必要がある。確かテイム済み生物の HP 依存かな？何にせよスイカを死なすわけにはいかない。そしたらあとはモノポテが戻るまで待機、なんだが。とりあえず死体を屈伸して煽っておくわ。味方の死体屈伸煽りするな。というかここのメンバー全員バッドマナーじゃない。フェンリルの死体打ちもしてたしね。そして遠くにブラッドストーカー15レベ、お前なんて必要ない。殺虫狙撃効果、相手は死ぬ。めっちゃグイングインしながら落ちてるんだけど。どういう挙動でああなってるんだ。ちょいちょい虚無に体当たりしながら落ちてる。あの空中に見えない何かがある。まあさすがに20、50レベじゃ満足できないってことで探して、なんとか発見したのが95レベ、3桁台のが一向に見つからない案件。まあ動画外で見つけてるから大丈夫だぜ。細かくは後で紹介するけど、戦闘性能はほぼないから、150のオスメスを捕まえて、フィヨルドに持っていったわ。そうでもしないと簡単に死ぬからな。ブラストの代わりはいくらでもいるもの。クローン装置ってのもあるらしいな。それでこの上、95レベがいるんだけどさ、全く掴んでくれる気配がしない。ワンチャン射程があるかもしれないから、ネイリングでうまいこと上行けば捕まれるかも。そこの木から生えてる。葉っぱ？まあなんか謎の物体 X に乗る。謎の物体 X。これぐらいの距離なら、掴んで、私側がまず距離感をつかめてないわ。ブラッドストーカーもつかまないし、距離感もつかめないし、と思ったら来た。そのまま私のいくらなんでも話すまでが早すぎ。そこから落とすためだけに掴んだまである。私は吸血されたいだけなのに。そこだけ聞くと限りなく変態感が。もうこれさ、俺たちが上に行くんじゃなく、上にいるあいつが落ちてくればいいんじゃね。その作戦で、モノポテがダメージ低い麻酔弾を撃った。マジで本当に降ってきたな。昏睡しなくても、ダメージ受けたら落ちてくるらしい。ただ次の問題は、降ってきてる状態で掴んでくれるかだよな。現状全く掴んでくれなさそう。とりあえず移動速度 250%パワー、
逃げながら対処。近接受けないようにずっと逃げてたら、捕まれた。地上でも掴んでくれるんだな。じゃあ地上に落とす作戦は全然賢いかもね。ところでどなたか助けていただけないですか？ダイオドンにも虫にも襲われ始めたな。とりあえずこれで95レベは政務完了、するんだけど、周りのやつが大変なことになるよね。一斉攻撃。これもっと凶暴なのが近くにいなくてよかったな。そしたらブラッドストーカーの性能確認。ブラッドスタークの性能確認だな。果たしてハザードレベルはどんなもんかな？なんか特殊なレティクル的なのが出てきて。クリックで、レティクルに向かって糸を飛ばす。左クリックで片方だけ飛ばす。右クリックで両方かな？糸をつけた状態でジャンプをすれば糸を切り離しながら、慣性の法則的なジャンプができる。ただししっかり慣性の法則を覚えてない模様。とりあえず最初は操作説明に入るにょん。左クリックで片方の糸を飛ばして、片方の糸が壁についた状態で右クリックでもう片方の糸を飛ばす。最初から右クリックで、両方の糸を飛ばせる。その状態で長押しで糸の場所に体を引っ張って、ジャンプで切り離しながら勢いよく飛べるな。飛びながらほふくのキーでも糸を切れて、糸をつけた状態でしゃがみで、糸を伸ばしながら降下。自動攻撃キーで飛んでるとき、パラシュート的な感じでゆっくり降りれるにょん。さらに水上をアメンボみたいに移動できて、ほふくキーで普通に泳ぐこともできる。敵を掴んで吸血もできたりするんだが、戦闘面に関してはまあ、そこまでだな。サドルもつけれないから、まあガチで移動用かな。ただマジで、スパイダーマンみたいで楽しい。アーク界のピーター・パーカー。ゆっくり霊夢行きます。そしたらある程度慣れてきた状態の動画、マジで酔いやすい方は本当に注意かも。急転換のために、画面グイってするんだぜ。ところで BGM に違和感感じるんだけど。いやむしろ違和感一切ないと思うんだけど、アークにニューヨーク追加するモッドない？そんなモッドは 100% でねえよ。これやばいわ。もうね、スイングしてるだけでめっちゃ楽しい。スパイダーマンでもそんなこと言ってたよな。いやマジで心の底から楽しい。最高なんだけど、今までテイムした生物の中で一番楽しいかも。シャドウメインさん、ジェネシスで一番テイムしたかったのはこいつだからね。誰か警察の無線傍受して、もういよいよスパイダーマンやってこいよって話。でもこいつが一番楽しいのは多分ここじゃなくって、ここ、宇宙バイオーム。普通に移動しようとすると、操作がほぼ効かないが、ブラッドストーカーでなら、超楽しそうだぜ。しかもここ重力的に落下速度が遅いから、やばいマジでこれだけであと10分は動画作れる。さすがに視聴者が飽きるからやめろ。ただまあジェネシス1がこいつ向けな地形になってるのはあるかもね。他マップだと多分普通に使いづらいかも。使えなくはないが、場所を選ぶよな。ブラッドストーカーを最大限活かすって目的のためだけに、定期的にジェネシスに来てもいいレベルで楽しい。いやージェネシス1、最高な神マップね。今の発言、次回まで覚えておけよ。それで飛んでたら、なんか変な生物見つけた。ここの下、私がテイムしたいって思ってる生物、アストロセタス、宇宙クジラ。こいつもテイム方法が特殊、簡単にはいかないが、普通に面白そうな生物ではあるんだぜ。見た目もなんかめっちゃ強そうな感じ。25レベだって、贅沢なレベルだね。おもむろにショットガンを取り出すな。一応ジェネシス2には宇宙イルカがいて、そっちの方が優秀っぽいけど、まあこいつも欲しいよね。騎乗しながらでも武器使えるのは強み。まともでかいし、無事撃破完了だぜ。断末魔が意味わからないぐらい長いしうるさい。MGS4 の月光みたいな声。そしたらブラッドストーカーで楽しみながら、今回はこの辺で終わろうかな。いやージェネシス1。普通に最高なマップね。次回、絶望のジェネシス1。次回予告からして地獄みたいな雰囲気が、とりあえず今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。